なんでこんなーてめえもう、いや、これからの人生どうなっちゃうんだろう、ハルト君。ハルト君もそうですしね、サキちゃんもそうですし。サキちゃん、翔子もね、翔子は今日、翔子は残念ながら翔子さんはですね。マジか、俺超楽しみにしてたのに、瀬戸ちゃんと喋るの。でもあいつ、瀬戸ちゃんと二人だけの会があるんだぜ、このラジオ。はい、たまに。ゲストが、来なかった時は。お前ちょっとお前ふざけんなお前。初めてこうやって僕らは、ラジオで喋るわけじゃないですか、大阪くんと。ちょっと今日はね、様子を見てね、行こうかなと思ったんですけど、お前、お前ふざけんなよ、お前。いきなり怒られてます。ほんとだよ、ほんとだよ、もうこう。瀬戸ちゃんと二人きりどういうことだろう。ほんとだよ、なんだよ、お前。内容はないですよね。とりあえずこともノープラン。まあ、でもしかし、ハルト君は本当にですね、いろいろと気を回した結果、はい、大人からの経験則で言いますけど、はい、一番女性を傷つける行動を取ってる。マジですか。それは優しさじゃないよ。優しさじゃない。どちらかというと自分への優しさ。自分を守りに入ってる感じがする。そうだよ。いいことだけ言って、なんとか嫌われないようにみたいなことってことですか。いやいや、責任を取ると言ってるけど、それは一体何に対する責任なんだいって。そうだね。そうですよ。おい、順序、大人イェーイすごいリアルな話です。そうです。福山潤、当年とって34歳、現在童貞です。ふざけんな。ふざけんな。